はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回ヤクルトスワローズ、はい、もうこれヤクルトスワローズといえば山田哲人選手ですね。はい、いや、自分真中さんって言いそうなの。あ、すいません、真中さん申し訳ないです。はい、真中さんもうユニフォーム脱いでる。現役で仲いいっすから。確かに。はい、さあバッティングを、はい、ね、これからお見せしたいと思います。すごい、また貴重な映像をですね、ちょっと解説していかないと。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回行きたいと思います。はい、再生。あ、早速、はい、山田哲人選手のティーバッティングですかね。まだ遊びながら打って、なんかそうですね。ちょっとダラッとした感じの。これ、はい、右足、左足上げるでしょ、絶対。はい、これなぜやってるか知ってる？え、体重を軸に戻す。そう、まあ戻すというか乗せるという、ね、乗せる、乗せるという作業。そこだけは意識してるということなんですね。で、ちょっと鈴木誠也とちょっと違いはさ、はい、ステップと同時に体がいかないでしょ。なるほど。やっぱある程度その頭の位置っていうのが全く動かないよね。だからそういう意味では、あの山田哲人の方が仕上がりが早いということ。でバランスがいいんだよね、右手左手。ずっとおっしゃる。右手がさ、はい、右手ってパンチなんだよ、うん、遠くへ飛ばすということ、はい、だけど必要以上にやっぱ使わないよね。だからこねるっていう感じがないでしょ。自然にバットのヘッドが返ってきてると。だからそこが本当にあのバランスのいいスイングだなって思うよね。すごいっすよ、ね。どっちかが絶対強いですよね。そうそう。右バッター右のこねる人も多いです。そう。これなんか素晴らしいよ。はい。ここからが打撃練習ですね。はい。西浦選手が今打席に立ってますけど。西浦は、まあ、昨年さ、うん、フライボール革命じゃないけど、はい、フォローを大きくして手を離すようになった。はいはいはい、まあ、それから覚醒してるよ。今年も良かったもん。見に行ったら。あ、本当ですか。だから、はい、なんかそういうバッティング理論を取り入れて成功したよね。はい、山崎幸太郎選手ですね。山崎幸太郎、いい選手だけどね。いいっすよね。ただ外野手多いよ。いや確かにそうっすね。さあ一角になるんだったらもう首位打者取るぐらいの勢いじゃないとダメだよね。去年雄平選手離脱して結構出てましたけどね。そう、はい、いやしぶとくさ、いや足も速いっすよ。もうプロに慣れてきてるよね。だからまあ期待はしたいけど、やっぱり一角を崩すのはすごく難しいかなと思うけどね。はい、じゃあ荒木選手のやつ、これまたしぶといよ。どこでもできるしね。まあ、バッティングは昨年からさ、うん、はい、使われ出してきて、うん、非常にシャープになってきてるし、はい、まあ、勝負強さがあるよね、うん、だからまあ本当にバイプレーヤーなんだけど、はい、なんか一角を脅かすぐらいの活躍してほしいなと思うね。あ、そして出ましたね、村上選手。速いボールがどうなんだっていう話だよね。あ、まあ、筒子とよく似て面構えはいいし構えもいいし、はい、ただやっぱこう半速球に強くて、はい、速球に弱いというところがね。これがまっすぐが打てるようになってくると、はい、まあホームランも結構量産してくると思う。パンチ力がありますからね。あ、そして廣岡選手ですね。ですよ、廣岡もね、はい、多少あの西浦と同様にね、はい、バッティングスタイルを変えてきてるんだよね。ちょっとフォローを大きくする、前で捉えようとして、はい、でそれも結果も出てるしね、ホームランとか、はいはい、そういうので出してるし、だから今年なんかやっぱこうブレイクしそうな一人だよ。だから楽しみ。若いですもんね。若いし、もう若くて素材はいいしさ、はい、だからこういうスタイルを生まれた方がいいね。そして中村雄平選手ですね。中村ね、やっぱこう必死なのよ、はい、打たなきゃ使ってもらえないし、だからなんかキャンプでは右打ちをすごく意識してたけどね。でその右打ちを意識してるっていうのはやっぱもう少し率を上げたいという、はい、まあ、そういう願望があるのかなって。これ右打ったでしょ、打ちましたね今、うん、だから願望があるのかなって思うね。なるほど。まあそれぞれやっぱり目的意識がしっかりしてるわ、はい、あ、これあら、湯田さんですか、はい、お、あらこれあの伊藤ね、はい、伊藤、昔あのヘッドコーチもいろいろやったりとかいろいろしてたけど、はいはいはい、これ何話してるかというと、はい、気になりますね。お互い息子がサッカーやってたのよ。
ちょっと待ってください。いやいや、伊藤さんもそうなんですか。サッカーの、そうそう、ジェフでやってたの、はい、あ、そうなんですか。のユースかなんか、へー、でプロに上がれなくて、はい、今どこでやってるのっていうような、ブルーでやってるっていう話をされてる。球場でサッカーの話をしてる。まあそれはもうずっと昔からそうだ。あ、そうですか。野球談義してるんじゃないですか、じゃあ。まあここはね。いいですね。で、裏で何やってるかというと、はいはい、今紅白戦やってたでしょ、はい、映像見せたでしょ、はい、それの反省会を今便で終わってすぐやってる。あ、その間を利用して、はい、あの話をしてサッカー談義、サッカー談義だ。最初宮本慎也が、はい、あのみんなの前で、はい、全体のことをいい、うん、バッティングコーチの石井拓郎がいい、うん、で守備走塁コーチの土橋がいい、うわー、うわー、すごい走塁コーチの川田が最後を言うと、はい、で小川さんは、小川さんは何も言わないと、うん、まあそれはもうコーチに任してるから、はい、そうですね、そこら辺が監督が言っちゃうとさ、はい、もうコーチの言葉なんていうのは聞けないから、うん、だからそういった意味、そういう意味では小川さんっていうのはもう、はい、ちゃんと任してるよという。なるほど。その代わりコーチ会議では言うんだろうとかね。なるほど。コーチ陣には。だからまあいいキャンプをヤクルトも。ああ、そうですね。なんか。ただ慣れてきたっていうのが怖いよね。ああ。厳しさに慣れてきた。選手がってことですね。うん、だからこれをちょっと締め直さないかなとか言って深夜が深夜が言ってたけど、ちょいなー言ってたけど、そうですね、はい、でもそれはやっぱりそこにそこを感じてるっていうことは、うん、まあ、今年も締まった、はい、ゲームができるんじゃないかと、うん、ね、ピリッとした選手たちがヤクルトにはいるという、はい、楽しみですね、若い選手も、まあ、楽しみですよね。いや、若い選手も西浦、廊下の争いとかさ、村上選手、村上選手、楽しみですよ、本当、非常に楽しみです、うん、そうですね、ね、はい、はい、はい、